はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ゴスケアです。さてと、今日はこれだけはこだわりたい、こだわりたい、噛んだよ、これだけはこだわりたいレザークラフトの道具みたいな話をしようと思います。だらだら喋りながら動画を撮るのが常となっておりますが、よいしょっと、あのね、動画がな、あの、なんだろう、こうストックがなくなってきちゃったから慌てて撮ってる感じなんだけど、まあ内容は薄々でごめんなさいって感じなんだけど、うん、これだけはこだわりたいレザークラフトの工具ですね。チェック入れよう。よいしょ。何があるかなって思ったんだけど、まあちょっと一般的なお話とは変わってくるかななんて思うんだけど、やっぱりレザークラフトってそうね、刃物とは切っても切れないじゃないですか。まあ俺はね、俺が今そんなに刃物使ってるかっていうと、抜き型も刃物だね。で、実際これ作るにあたって、こういうコーナー抜きであったり、革包丁であったり、ね、刃物って、まあ、カンナであったり、使ってないんですね。だからそんな俺が言うのもなんなんだけど、まあ刃物にはこだわりたいかなって思います。刃物で、刃物はなんだろうね、まあうちこれもね、目打ちも販売してますが、これはね何度も言ってるけど、うちで販売してるものを俺も使えばいいんだけど、これはこれで作ってもらって、自分でこう調整して磨いて抜けが良くなるようにしてね、加工してるから、こう愛着があって手放せなくなってるだけで、物自体はうちで販売してるユーフェンの目打ちの方がこれよかいいです。それは間違いない。品質、素材、精度、全部いいです。ただこれはそう、苦労して作ったからね、仕立てたから使ってる。いい感じ。はい、まあ目打ちはこだわっていいかなって思うんだ。まあ刃物の一つだからね。でもなんだろうね、あれ、俺これ一回止めたっけ、止めてないっけ。よし、スイッチ切っとこうか。コンプレッサー止めました。用もないのにずっと何度も何度も回っちゃうと中にさ水がいっぱい溜まるじゃん。だから使ってないときは電源落とすだね。そうね、これだけはこだわりたいっていうと、俺はまあ刃物は当然なんだけど、お見せしようか、せっかくだからお見せしようか。せっかくだからお見せしましょうね。よいしょ。はい、これです。これ砥石だね、砥石。これね、天然砥石もあればね、ダイヤモンド砥石、要は砥石を固定するための台
そして中砥石、仕上げ砥石、荒い砥石、荒砥だね。あと仕上げのもっと細かいの、超細かいの、この辺も天然砥石ね。これがこれだけはこだわりたいかなっていうところかな。はい、戻りました。やっぱりどんな刃物も、どんないい刃物も使ってればやっぱり切れ味っていうのは鈍くなってくるじゃん。そしてその切れ味を復活させるのは砥石じゃん。やっぱり砥石なんだよなって思うね。まあああいう砥石だけでなく、このここにある映るかな、よいしょ、これね、これフェルトバフであったり、フェルトバフにつける青砥だったり、青棒かであったり、こう回転させるフェルトバフにつけるやつだったり、こういうね、ダイヤモンドペースト8000番、1800、1、10、100、1000万、6万番とかね、こういう研磨するもの、やっぱりそこかな、これだけは譲れないというか。なんか俺思いっきりアップで映ってて嫌だな。よいしょ、俺はだよ。結局どんないい刃物も砥石がなけりゃ全然活かせないわけじゃん、その刃物の良さを。で砥石っていうのはいっぱい種類あるけど、その中でもやっぱりね、研ぎ心地だったり仕上がりだったりとかっていろいろ違うじゃない。で天然物もあればね、人造のものもありゃ、いろいろなんだよね、いろいろ。でなんでいろいろ持ってるかっていうと、その金属によってどれに合う、どれに合わないとかがあるのよ。やっぱ使ってみなきゃ分かんないと思う、違いはね。まあその中でも俺がよく使ってるあの刃の黒幕シリーズっていうのはそんなに刃物を選ばないかな。ちょっと硬いけどハイスとかも研げるしね。かなぁと思います。もっと言っちゃうとね、その砥石をちゃんと平らにするためのダイヤモンド砥石だよね。それがなければ砥石が平らにならない、砥石も減ってっちゃうからっていうと、一番根っこになるっていうと修正砥石とか、アルミの板に貼ってある真っ平らなダイヤモンド砥石っていうことになるのかな。まずはそこがあって砥石があって、砥石も番手があって、で刃物じゃない。だからどんなノコギリ、切れるノコギリとか、どんなね、ものがこう、どんなこう素晴らしい素材のものがあっても、これはこういうのを研ぐためのヤスリねとか、まあうちで販売してるこれは必要ないですよ。こんなんやんなくても、もう初めからバシッと仕上がってるんで必要ないですけど、砥石かなやっぱりって思います。砥石が研げないものも多いけどね、複雑な形状のものとか、ヘリ落としとかといっても、ヘリ落としも研ぐのもやっぱ砥石じゃないけど、さっき言ったね、研磨剤だったり糸だったりっていうことだから、
で喋ってる割に、そうさっきも言ったけど今作ってるものは抜き型以外の刃物は使ってないので、なんとあヘリ落としは使ってるか、ヘリ落としは使ってるけれどね、そんなところかなと思います。今日ね、これからね、ちょっと映画を見に行こうと思ってます。あのキングダム、俺、ま、アニメやってんのかな。あの漫画はなんか絵が俺好きじゃなくって、あるじゃん絵の好き嫌いって。だから読んだことはないんだけど、あの実写版の映画のやつをシリーズ第1作第2作を見てしまったのね。したら第3作を見たくなって、なんかなんだっけ、なんかちょっと違う映像の臨場感のすごい映画っていうのがあるんだって。なんかそれのやつがで、もう公開が終わっちゃうかもしれないっていうんで、あこれこの間読んだ、今日見に行っていこうかなと思ってます、これからね。で、よいしょ、その後運動してビールを飲んで今日の一日は終わっていくかな、そんな感じでございます。ライダースミニマレンマだな、これマレンマシリーズ、あれあこれか、マルチケースはもう終わったでしょ。ライダースミニザオリジナルはブッテーロのワインで、手縫い、ワインとグリーンで1個ずつ手縫いバージョンの印が1個ないじゃん。ワインにでザ・オリジナル、これだ、よいしょ、皆さんは何かある、これだけは譲れねえっていう、これはこれじゃなきゃ嫌だみたいな道具っていうか、もっと言っちゃうと これもかもな、これね、土台ベース、しっかりとしたこう土台っていうのはやっぱ大事だよねって思うよね。何やるにしてもやっぱり土台がしっかりしないとその後のものが全部ダメになる。だ修正砥石がちゃんとしてないとその後のものが全部ダメになるっていうものじゃん。だから一番根っこのものっていうのは大事にしないとダメじゃないかなってね、こだわったものを使わなきゃダメじゃないかなって思います。はい、そんな感じで今回の動画はなんかさっぱりめだったかな、終わろうと思います。また遊びに来てくれると幸いです。じゃあね、バイバーイ。